じゃあ自己紹介の方お願いします。はい、Perfume の柏中柏香です。中学3年生の14歳です。よろしくお願いします。はい、Perfume の西脇彩香あーちゃんです。中学3年生の14歳です。よろしくお願いします。はい、Perfume の大本彩乃のっちです。15歳です。よろしくお願いします。お願いします。まずね、衣装がすごい気になって、キラキラしてる。みなみちゃん着たいんだもんね、これね。着たい。マホも着たいって言ってたじゃん。言ってたけどさ、みんなも着たいよね。いやー、プリンセスになりたいって感じ。ねー、かわいい。ぬいぐるみついてるの。ここにね、ネズミ。ネズミ？これクマじゃない？ネズミ？これ不明だね。そう、でもかわいいよね。みなさん、広島出身なんですか？はい、そうです。もうどうしたの？ユリアが届けてるんだけど。皆さんこっち来てどれぐらいなんですか？もう半年になります。やっぱり 寮なんですよね。はい、ホームシックですか？ホームシックです。寮でやっぱ寂しいことぐらいですか？辛いことって逆に。でも寮生がみんな漫画が好きなんで、貸し合いとか、すごくあるいいね、なんかすごい楽しそう。楽しそう。いいね。それで今回歌ってもらう曲はどういう曲なんですか？ですね、今日はスイートドーナツという曲を歌うんですけど、この曲は何だろうな、乙女心をドーナツの焼き加減とか甘さに例えた、すごくでも切ない曲です。ドーナツの焼き加減が切ないということですよね。はい。はい、じゃあそれじゃあ曲の準備の方お願いします。お願いします。今度はあれだね、自分たちで作ったの着てみ、見る。え、じゃあそれで出る？出る。はい、じゃあそれじゃあ聞いてもらいましょう。Perfume でスイートドーナツです。どうぞ。